近年、中国の富裕層の間では海外移住ブームが巻き起こっています。個人財産の保護や安心感を求めて次々海外に移住を始めています。海外メディアによると、白機雷事件以降、移住ブームにさらに拍車がかけられ、中国国内の移民申請者が大幅に増えているそうです。これは目下の政治不安や経済の低迷と関係があるとの分析もあります。アメリカウォールストリートジャーナルによると、近年アメリカやイギリス、カナダに移住する中国人は増え続け、最近また新たな動きが見られています。香港で移民手続きをサポートするハーベイ弁護士によると、中国では移民ブームが巻き起こり、彼らは今すぐ出国したい心境だそうです。報道によると、これらの中国人はほとんどが富裕層や官僚、移民の目的は家族と財産を守るためだそうです。移民希望者が増えるにつれ、関連サービスを提供する移民サポート会社もおのずと増えていきます。業者によると、白機雷更迭後の数週間、移民申請者は増加傾向にあるそうです。これらの豪商の最大の心配事は、中国国内の法制の不健全さだそうです。第一是安全、国内不安全。他们的钱现在是咱们的口袋里，是以后就说不定不在咱们口袋里边。对，最大的因素是什么？你知道吗？法治不健全，说你违法就违法，说你不违法你就不违法，找某一条法律让你判个刑是很容易的事情，这是最重要的。アメリカの新聞 USA Today も4月25日の報道で、北京のネット検閲者は王立軍白機雷事件の発展を抑えようとしているが、中国5億人のネットユーザーはとっくにこの危機を共産党有史以来最大のスキャンダルに発展させたと指摘。また事件後、ますます多くの豪商や官僚が家族や財産のアメリカへの移転を急いでいる事実が明らかになったとも指摘。陳氏によると、今の中国で賄賂をもらわない官僚は皆無に近く、制裁から逃れるためにも海外に移民するのだと述べます。但是有的人他贪污的特别多，那种情况下，收获的特别多那种情况下呢，他们一定要移民的。但是有的人移民呢，就是还没有这种找到路径啊，或者是没有找到一个合适的办法移民的呢，也很多，就目前也很多。但是从我们的统计或者是从我们了解的情况来看呢，现在偷渡的每年消失的这些到国外的消失的这些官员很多。報道によると、2011年アメリカに投資移民を申請した中で 75% は中国からだったそうです。しかしビザの取得に2年はかかるため、中国の富裕層は他に移民できる国を物色し始めているそうです。移民弁護士のハーベイさんは、過去2週間で16件の中国人の移民手続きを受理。移民先はカリブ海に浮かぶ小さな島国、セントクリストファーネイビスだそうです。この類の申請は、これまでは月に 1、2 件しかなかったそうです。中国問題研究者加さんは、他の現象を挙げます。中国の高校生の多くが、アメリカの高校の卒業試験を受け始めているそうです。加さんによると、中国の不安定な政治情勢を憂慮して海外への移民を計画している人は知人の中にもいるそうです。新東人テレビがお伝えしました。古代文明の幕開けから人類の文明を導き未来を切り開くニュールネッサンス、比類なき壮麗な絵画、最も純粋な絵画、想像を卓越したスケール、新善人国際美術展、5月19日から6月10日まで広島東広島にて開催。